けれども、あのすごいお二人の汗見てると本当に本当に頑張ったかなって伝わってくるので、もう2週目は、あ、1週目か、コーチ、すいません、すごいかっこよかったです。火をもらってすぐにこの頭を見かけてもらいました。見てました。思いたくなってますね。大事件になるところですね。あのお二人ね、すごいこう走る姿がすごい決まってるんですけど、いつもやってますか？アラコン的な面ではしっかりは年に1回、寛平師匠のサイパンマラソンとか淀川マラソンに強制的に参加させられるんですよ。それで10キロだけね。そうなんですよ、走らせられるんですよ。ちょこちょこポルトポルトでやっぱ走る運命になっちゃってるんですね。そうか、じゃあでも、まあ、いろんな大会経験してきたら、はい、今日のこのコースの感じとか違いが結構良かったとかいうのは、いや、二人は私なんですけど、夜の新宿のね、ビル群にある中を走るっていうのは相当気持ちよかったんですよ。これが多分昼だったらそんなに気持ちよくないからな。逆に気持ち悪いから、気持ち悪いから逆にそういう気持ち悪いところを夜だと気持ちが、夜のこのね、やっぱネオンの立ち方がかっこよくてね、うん、なんかナイトサファリっていうのあるんですよ、夜の動物園みたいな。なんでも夜になるとテンション上がりますね。夜のマラソンなんてね、初めて経験したから。そう、昼からだと夜だった方が面白いんじゃないかなと思う。確かに、なんかこういろいろ新しいチャレンジしたくなるような、なんかそういうきっかけになる。昼マラソンもいつも昼マラソンなんですか？そうですね、昼マラソン、昼マラソン。夜マラソンもいいと思うんですよ。分かりづらいから、お前は。あとはちょっとね、あの僕らこうね、一周目だけとりあえず走ってくれって言われてたんですよね。そうですか。で、こっちでつなぎっていう仕事があって、一周だけ走ってくれって走ってくれって言われて、一周走り終わって、そこでちょっと一回お水を飲んでたら、あと一周だよお前らみたいな感じで走ってくれって言われてましたね。走ってるだけよみたいな。これはちょっと誤解だったら、ちょっと弁解したいですね。弁解したいですね。一周目だけ。走り終わった。あの時の一周目。すごい、でもみんなあの
まだ動かしてますね。やった。ペースランナーさん。あ、今ペースランナーさん。ペースランナーさん。3周された皆さん、帰ってきましたね。ペースランナー君だ。お疲れ様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 。タイムスリー選手、ペースメーカーぶち抜けましたね。すごい。そうですよ。そうですよ、清水。それが写真を見る。今ペースランナー、3周目のペースランナーが入ったということは、清水です。あれを見ました。回収ぐらい。そうですね、今自分の置かれてる状況が分かりました。どういう状況か。でも、俺も一応2周目なんですけど、2周目はフリーランナーなんですよ。だから、大村に負けたくないっていう意識で、大村にずっとついていくっていう感じで。最後の最後はしかもあのちょっとね、あそこの角あたりが団子状態がそこなんですよ。紹介したところで、大村が歩道をちょっと来たんですよ。あ、こういうことしていいんだと思って、俺はそこをさらにショートカットして、なんかさらにズルをしました。そんなさらになったのか。すごい、みんな。さあ、今日はどんどん皆さんフィニッシュしていますけれども、今日この後に都庁で初めて、この今私たちの後ろにあるここにプロジェクションマッピングをっていう、これ都庁で初めての企画を今日この後に、45分頃ですね、19時45分頃にやろうとしています。プロジェクションマッピングというのは何すごいですね。なんか都庁の窓が飛び出したように見えますが、すごい光の窓があるんですね。そうです。ポリカードとか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 ポリユニットランナーは、どの卒業の皆さん、不視聴者の皆さんなんですが、盛り上げるためにユニットになってきてくれました。喋りながら走るって楽しいですね。そう、ね、でも本当に真剣に走ってる人は、そうなんですよ。だからちょっとこのね、一周するの大体5分ぐらい、5、6分ですよね。一周くらいなんですかね、ぐらいのね。そうですね。何キロだったんですか、今日。1.4 ですね。1.4 ですね。6、10分ぐらいですかね。ああ、10分ぐらいだったんですね。ペースが走り上げて、それでさえ、これ、暇だなって思っちゃったんですよ、走りながら。マラソンのね、時間何分とかで、暇とか思ってるから、大変暇だけどね。暇って言われて、さすがにここで DJ セットしなかったですね。いや、いないですよ。たまにいますからね、スポーツやるなら DJ セットいますね。いないですよ。お疲れ様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 です。お疲れ様。さあ、最終はね、ソフトクランナーの皆さんが帰ってきました。ごめんなさい。ちなみに清水選手は、はい、こういうジョギングとかをトレーニングに取り入れたりとかしてるんですか。もちろん僕さんですから。そうですね、僕の枠はもうですね、もう日々に毎日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 午前中に走って午後から、筋トレとかあとはサンドバッグとかシャドウキックとか、これを毎日かかって1日まで5時間もね、16時間。すごいじゃん。14、5キロを毎日。そうですね、やりたくねえなー。自分がやりたくねえ。いや、ほらきついですけどね、やっぱり。いや、ほら毎日やってるんで、それなりにやってます。あ、もうやっぱね、ずっとやってるから、自信があるから。そうですね、やっぱ走ってる人は明日やっぱ大変ですけど。まあね。あ、辰巳さん、書きましょう。ありがとうございます。3周目、3周目。